トヨタ自動車、トヨタグループトヨタ自動車東日本トヨタ自動車、東日本株式会社は、宮城県黒川郡大平村に本社を置く自動車、製造メーカーである。トヨタ自動車の完全子会社であり、トヨタグループ13社の一つ。トヨタグループ内では、トメッチの略称で表記される。トヨタ自動車東日本は、2012年7月に、関東自動車工業、 セントラル自動車、トヨタ自動車東北の3社を統合して誕生した、トヨタグループの小型車専門製造会社である。本社所在地は、旧セントラル自動車本社が置かれていた宮城県、黒川郡大平村。東北を中心に、地域一体となったものづくりを開始、コンパクトカーを製造して、トヨタグループのグローバル戦略の一翼を担うことを目指す。 2015年7月には、従来、ダイハツ工業に委託していたシエンタを世代交代を、機に、宮城大平工場に移管生産させたほか、従来道工場で生産されてきた3代目、カローラフィールダーは一時的に、岩手工場に移管された。ただし、現行モデルとなるトヨタ教習車を含む2代目カローラアクシオは、創業時から宮城大平工場で生産されている。 2017年まで一貫生産されていた、コンフォートクラウンコンフォート XS 重計、クラウンセダン、並びにその名脈を受け継ぎ、同年から生産を開始した、JPN タクシーをベースに開発はいずれも東富士、工場製造車両であった。2018年7月20日に、東富士工場を2020年12月までに、閉鎖することが発表された。この時点において、 東富士工場で生産されている車種のポルテとスペイドが同月10日をもって生産終了となり JPN タクシーは宮城大平工場へセンチュリーはトヨタ自動車元町工場へそれぞれ移管された以下に事業所と所在地を記すトヨタ自動車東日本の展示施設が宮城、岩手の2カ所にあり見学は宮城は予約不要岩手は予約制となっている ありがとうございます。